全福寺は、大阪市天皇寺区にある高野山真言宗の寺院、どんどろ大師の名で知られる。宗教法人としての登録名は、どんどろ大師、全福寺。三号については、未松山とする資料もあるが誤りである。現在、全福寺のある場所には、鏡城安大師堂という寺があったが、明治時代に廃物希釈で廃寺になった。その後、1909年1月9日に、 大阪府豊野郡東野瀬村のにおい間観路院、全福寺が、鏡城安大師堂のあった場所へ移転する。当時は、鏡城安大師堂の時代から、大阪の具法大師信仰の巡礼、大師巡り、何和大師巡りの巡礼地として、多くの参拝者で賑わい、大阪の具法大師信仰の拠点寺院の一つであった。1945年6月1日の第二回、大阪大空襲により、 本堂、書道や本尊の薬師如来像が消失する。戦後になり、本尊を具法大師像に改めて復興した。脇寺の愛禅明王像と不動明王像、脇仏の如意輪完全音菩薩像、薬師如来像も戦後になって新たに造留されたものである。2007年、境内にある将軍地蔵村の建立100年と2009年、 ドンドロ大師全福寺中高統治改装100年を迎えることから、この2つの100年を記念して、2009年に、三門前に、歌舞伎、京成阿波の鳴門ドンドロ大師門前の場に登場する、お弓をつる母子像の銅像が建立された。鏡女安大師堂は、法暦2年3月に、高野山岩本院法師報道が、慶長20年の大阪夏の陣の戦死者の例を、 とむらうために創建されたという、鏡女案とも称する。鏡女案大師堂のあった付近は、慶長19年の大阪冬の陣で、真田幸村が、真田丸を築いた場所である。大阪冬、夏の陣ともに激戦地であった。本尊は、ニュイリン・カンゼオン菩薩、脇地は左側に、薬師仏、右側に、地蔵村が祀られていた。道内には、 大阪夏の陣の戦死者を供養するために、大阪夏の陣の戦死者を悼む文章と和歌が、記された額が掲げられていた。その額文は、摂津名所税大成牧さんによれば、東安の地に灰しえ現那の中華平閣登場の地たりしも今は仏上の、場となり、母大血縁の雨に、純不士とありがたくぞ思う曇りな気泡の鏡にかけ、見えて、 心のゴミを晴らすのしさ玉作り中はきすみ金栄、工房大師巡礼の道筋にあたり、毎月21日の愚法大師の縁日には、多くの参拝、巡礼者があったという。かつては、境内には藤吉稲荷の祠があり、小佐けの利益でよく知られ、万獣食い人形が授与されていたというが、今はその祠もなく、廃れてしまった。1873年に、 住職の義頭が機能して、鏡女ン大志道は廃んとなる。1879年教助士と事号を改めて再考するが、間もなく廃事となった。ドンドロ大使の語源については、ドイリーが大阪城代に在任中の機関の屋敷が鏡女ン大志道の近くにあり、ドイリーが鏡女ン大志道に祀られている工房大志に深く消えし、 参拝していたために、土井殿の大使の名が起こり、ついに、ドンドロ大使に転化したというが、正確な語源はわかっていない。境内に、土井氏と彫られた五輪刀が、今も残る。また、鏡女安大師堂は、歌舞伎、京成阿波鳴と、歌舞伎、国鉛二葉ふたい釣りの、ドンドロ大使門前の場の舞台として設定されている。巡礼姿の娘を連れと母を弓の終端を描いた。 場面が有名である。大阪府と野郡と与野町にあった高野山、新言宗の寺院。伝承によれば、水古天皇の直眼で、聖徳大子が改装し、中興は法規九年改正巫女によるというが、詳細は不明である。広大な境内を有し、仮覧が整い、多くの僧帽があったという。本尊は、薬師如来、脇寺は、日光菩薩、月光菩薩、 十二神章、図子には幸運に霊言があるとされる、聖徳太子像を奉仕していたが、創建以来度重なる火災に遭い、多くの道具を失った。木大村から宮中へ献上される、五玄著餅を作るときに使用する井戸や、調理道具などを、全福寺の印樹が清のご家事を行ったという。文禄二年には、朝廷より五玄著餅のご家事役のため、伝寺。 約2ターンを可視されて自運は交流した。しかし、明治時代になり、宮中への五元著持ちの献上は1870年に停止。それに伴い、五家事役を廃された。また、電磁などの返納を命じられて、経済基盤の多くを失い、自運は急速に傾いていった。1909年に大阪市天皇塾から堀町へ移転する。ありがとうございます。